はい。じゃあよろしくお願いします。え今回は高校受験対策の終シ,シリーズ第102弾やっていきましょう。で、問題8問ありますので、一回ね、動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、必要なところだけね、ぜひ聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 よしじゃあ画面下げますのでお待ちください。行よ。ほっほっほっ。ほっ <laughs> ちょっと微調整入ります。ごめんなさい。よし <laughs> ではでは行きましょうか。よいしょ。まず一番は、まあ計算問題ですが、まあミスがね、そこそこ出やすいタイプです。で、今回は、まあよくね、出てくるのは、この2乗がね、なければ、 引き算と掛け算なので、指則の計算の順序、掛け算と引き算どっち先にやるのって言ったら掛け算ですよね。ですけど、今回この二乗指数ってやつです。指数があったらこれが先です。必ずこいつを先に処理をします。で、この処理の仕方も大事で、括弧の外、いいですか外に二乗があるときは、括弧が丸々二個掛け算ですよって意味です。 つまり、カッマイナス2かけるカッマイナス2という意味なので、マイナス通し掛け算するから、これは4です。ちょっと上から書いちゃうね。これ4なんです、こいつ。つまり、これで指数の処理が終わったから、まず掛け算から行きましょう。ここで行こうか。はい、マイナス3かける4をすると、これはマイナス12。つまり5、5引く12となります。じゃあ、あとこれはね、計算すればいいので、マイナス7と。これで終了。 で次も同じですねまず指数がいますのでそいつの処理からいきます、まあ、これも括弧の外に2乗がくっついているのでマイナス6 a ×ス6 a という意味ですつまり−マイナス6 ×ス6をしてるから36になるだから 36a の2乗ですねで割る 9a×b と。 で、これ、いつも通りね、3つ一気にやっちゃってもいいんですが、まあき、きれに割り切れていけるので、まず1個数やっていこうか。36A2 乗、割る 9A をすると、数字がね、36割る9で、4になる。A の2乗から A を1個割り算するのは、A が2個あります。で、A を1個割る、つまり取れって言ってるから、A が1個残るよね。A。で、それに、かける B をするから、答えは、4AB と。 これで終了。じゃあちょっと話戻しますが、さっきね、外にある時っていう言葉をね、強調したんですけど、こういう二乗もあります。これ読み方としては結構似てるよね。カッコマイナス2の二乗だから。多分読むときは多分同じになるんじゃないかな。で、何が違うかっていうと、これカッコついてるんですが、中に入ってる時は、これと一緒です。一緒。で、これはね、 さっきは、カッコマイナス2が2個かかってるって言ったんですけど、これは2が2個あるよしか言ってないんです。こうなんです。それにマイナスがくっついてますよって言ってるから、こうなる。つまり、こいつはマイナス4なんです。違うでしょ ?4 とマイナス4。だから、ここの違いをちゃんと覚えておかないと、やらかします。いいかなそこ気をつけておきましょう。普通に出るからね。受験時この違いはね。 で、3番いきます。で、これは、まあ、割り算があるので、先にね、ルート18直してもいいんですけど、このまんま、まあ、配っちゃいましょう。分配法則で。つまり、ルート18割るルート2から、こっちからね、いくと、ルートの中身割り算できるので、18割る2で、ルート9になります。プラス、14割る2をすると、ルート7になります。で、これで終わったってやっちゃダメだよ。 ルート9っていうのは、これ3の2乗だね。こうなる。書き直すと。で、2乗っていうアイテムを使うと、ルートをブシャーって消せます。まあ外に出てこれるんだよね。つまり、ルート9と3って同じなので、ちゃんと書き直す。ただし、ルート7は書き直すことができないので、これで終了です。だから、この問題のミスの仕方としては、ここで、ルート9プラスルート7で答えを書いちゃう人、もしくは、 ルート9たすルート7を中身を足してルート16って書いちゃうパターンです。これできません。ルートの足し算は、例えば2ルート3たす、えっとじゃあ5ルート3みたいに、ルートの中が揃ってれば、これは足し算できるんです。これ外だけ足して7ルート3になるんですけど、でもルートの中身が揃ってないときは足し算は、まあ引き算もね、できないので、これで終了。 で、4番。y は x に反比例と。で、反比例と言われたときに、もう頭の中で、あ、y イコール a 分の x だって。違う。<laughs> 今、書きながらすっごい分かんってごめんなさい。逆だね。<laughs> y イコール x 分の a ですね。はい。ちょっと時が止まりましたけど。反比例はこれです。y イコール x 分の a。これ必ず覚えておきましょう。俺みたいなミスしないようにね。 で、これを使っていくんですが、今、x が2のとき、y が6と書いてありました。ちょっとここには書いてないんで書き足しますね。x が2のとき、y が6ですよって。だから、頭当てはめます。で、反比例のときは、もうこれはね、絶対に覚えてほしいんだけど、ちょっとこの形を変形すると、a イコール xy。これ多分教科書とかにも書いてあります。っていうのもあって、つまり、a を求めたかったら、x と y かけちゃいなよっていうのが反比例なんです。つまり、 x が 2, y が6って与えられてるから、もう a はもう暗算で12ってすぐ出てくるわけ。で、その出てきた a の数字をここに戻してあげれば答えになる。今回は y を x の式で表せって書いてあるから、y イコール x 分の12って書けば、これがそのまま答えになりますと。ただ、ここをちゃんと覚えてないと答えが書けなくなってしまうので、反比でしっかり覚えておいてください。 さあ5番ですねはい今回鬼マークをつけるのを完全に忘れましたね <laughs> やべえ久々に撮影してるのがバレるあ鬼マーク最近なんかあのやっててちょっとねこの刺しの中でも難しいのは、まあ、正答率下がるかなってもうのを鬼つけてるんですけどまあ5番かな今回は56あたりが怪しいと思うんですけどまあ5番いきますで今回はルート7よりおっきくてルート47より小さい自然数を、まあ、求めろって問題ですでこれ割と止まる方が多くて なんで,で止まるかっていうと、ま、ルートだからだだよねだってみんな5より大きくて8より小さい自然数って言われたらえ5より大きいから6と78より小さいからここでストップだよねってすぐ分かるじゃんでもなんでこれ止まるかっていうとルートだからなのよじゃあその自然数ってあれね1234567898っていう数字が自然数なんだけどそいつらが ルート何と一緒なのか分かっていれば、まあ問題ないわけですよ。だからそこをまず復習していきましょう。はい、じゃあ1ですね。1。1はルート1と一緒です。あえて説明せずにいきます。2はルート4。3はルート9。さあ、皆さんここまで。まあもちろんね、分かってる方は分かってると思うんですが、よくね、ちょっと自信がない方はこの後分かりますでしょうか。4。なんだと思う ?4。これはルート16です。 何かっていうと、自然数をルートの中に、ね、ルートの中に変形したいときは、二乗をします。いいですか二乗をするんです。さっきここの問題、どこだここの問題でもやりましたけど、このね、ルートを普通の自然数に直すのはよくやります。これは二乗だからさっきも同じ。二乗っていうアイテムを使って、ルートが消えますよっていう。まあ同じになるわけよ。でも逆もあって、 3をルートに直そうと思ったら中に入れるときは2乗するんです。こうやって。そうすると中に入る。だからルート9と一緒なの。だから4416だし、5525だし、6636なわけよ。じゃあ続きやっていくと7 7、7は7749ってこうやって変形していきます。いいね。これはしっかり覚えておいてください。 で、なんでこんな変形をしてきたかっていうと、これにしちゃえばさ、だって、ルート7より大きくて、47よりちっちゃいの探したらいいんでしょもちろん1は入ってないよね。4も入ってない。でも、ルート9からは、7より大きいんだもん、9の方が。あ、OK じゃん。OK。16も OK。OK。OK なんだけど、7になると、49なんで超えちゃうんだよね。あ、じゃあこいつダメじゃん。なるから、この4つ。 が OK、ってこととは分かりましたとでここでみんなにねぜひ気をつけてほしいのがこのタイプの問題って答え方が2パターンありますで今回のもうちょっと読みますねルート7より大きくルート47より小さい自然数は何個あるかって聞かれました今回何個ってまあここまで強調すればね当然12344個だから4個って書けばいいんでしょってそう正解なんですこれで OK でも、すべて書きなさいっていう答え方もあるの。つまり今回だったら、3、4、5、6って書いて正解のやつもあるんです。で、これは、こういう時にこういう答え方とかじゃなくて、本当に分かれる。みんなが出題された時によって。だから、受験当日っていうのは本当に焦ってるし、あ、どうしよう、どうしようってなってる時に、こうね、問題の上の部分だけ読んで、あ、OK、これやると知ってる、ラッキーって思って、前やった問題がこのタイプ。 何個だったから、急いで4個って書いたら、実は3、4、5、6って答えなきゃいけなかったんだってことが起こっちゃうんだよね。なので、答え方が2パターンあるっていうのをちゃんと知っておいてください。そしたら防げるからさ。いいね。で、ちょっとつ追加で。例えば、今回ルート7より大きくて3、3ルート7より小さいってなったらどうしますかっていう。このタイプもあります。 で、これは、まず3ルート7を全部ルートの中にぶち込みます。直すんです。で、3ルート7の直し方、これも同じよ。3が中に入ってほしいんだよ。で、3の中に入ると2乗をつけるから9だったよね。つまり、中に入って9になります。で、もともといた7と掛け算をするので、763と直せるから、こうなればできるじゃん。ルート63よりちっちゃい。だから、さっきのこれは OK だね。 七、四、四十九は OK なんだけど、八が八ぱ六十四だから、まあ入んなくなっちゃう。まあその辺でうまく判断すれば、こういうタイプもみんなはね、対処できるようになりますので、覚えておいてください。ああと三問行きましょう。六番、こっちだね。えっ、ー、と、今、表がありました。ちょっとこれは編集で出しておきます。これどっちからだ出てると思うんですけど、ハンドボール投げの記録の度数分表を整理したものですと。で、この表をもとに、 記録が20メートル未満の累積相対度数です。で、まあ、相対度数って言葉は有名なんで覚えてほしいんですけど、累積ってついたら、20、えっと、20メートル未満の人全部ですあ。スタート、表の一番上から20メートルに入ってる人。で、そこをチェックしていくと、上から、えっ、ー、と、6、9、17までが該当します。 この17までが15メートル以上20メートル未満なんで、ここの3項目。これが20メートル未満に入ってる人。で、全部足すと、えーっと、32人。だから20メートル未満の人は32人いたことが分かったわけよ。あとは相対度数の求め方。これも絶対覚えてください。よく出るからね。で相対度数の求め方っていうのは、今出した人数。その対象に入ってる人数ね。その人、わる、 全員です。全員。だから今回60人だよね。だから60って。正直これだけだよ。あとこれ筆算して。ちょっとやっていこうか。スペースあるしね。はい、60。はい、0点。で、えー、っと、5、6、30で、20落ちて0。で、今回は、しゃごに必要なんだよね。小数第2位まで求めろ。だから、これは小数第1位なんで、6、3、18。これ多分200が続くパターンだよね。で、次も、ね、3が円続くんですけど、 小数第1位、2位、3位。ここを死者誤入します。で、これは切り捨てなので、残ったのが0.53と、小数第2位までだからね。これで終了。もしこれが0.537とかなった場合は、切り上げになるの、繰り上げになるので、0.54になります。いいかな。ただ求め方としては、その人数割る全員です。これよくやるのはひっくり返したやつね。 全員割るで間違えるから、本当に気をつけて。いい,いその人数割る、全員で、相対度数は出せますので、こうやって求めましょう。覚えておけば解けるからね。では、7番いきます。ここに直角三角形がありますと。で、これを、ここの AC、こいつね、これを軸に1回転、まあ、回転体とやつです。くるくる回して、やったものの体積を求めなさいと。 で、回転体、これ、直角三角形をくるくる回すと何ができるかっていうと、この部分が、まず下が、円になります。円。くるくるって回すとね。で、もともとってるので、つまり、円錐ができるんです。円錐ね。よいしょ。で、まずだから、これを円錐ができる、くるくる回すと。円錐ができることは、まず覚えておきましょう。 で、この2センチと3センチはここです。円の半径2と高さが3って分かってる。で、えっ、ー、と、円錐まあ、立体のね、体積の求め方っていうのは、低面積です。まず。これが必要。低面積っていうのはここね。ここ、低面積。じゃあ出しましょう。円の面積の求め方は、半径×半径 ×π でございます。で、半径今2って分かってるから2、2×2×π なんで、低面積は 4π と。 かける。高さです。今3だもんね。高さ。3。で、気をつけなきゃいけないのは、水。つまり、尖ってる立体。円水とか、まあ、四角水とかね。三角水とかね。まあ、尖ってる水って言うんですけど、こいつらの体積を求めるときは、公式で必ず3分の1をかけなきゃいけないんですね。最後。つまり、低面積かける高さかける3分の1。これをやると、まあ、3と3分の1約分できるからね。 答えとしては 4π。これ単位センチメートルあったよね。だから、えー、立方センチメートルと。ちなみに、これも余談になりますけど、はい、長方形をくるくるって回すと何ができるかっていうと、円柱、<laughs> 円柱ができます。円柱ね。じゃ、これもさ、今のじゃ二2センチと3センチで同じように考えていくと、 円の半径2で高さが3になるでしょだから、底面積同じく4 π かける高さが3なわけよ。ただ、今回円柱、円中、尖ってない。中だから、底面積かける高さ、これで終了です。体積は。つまり、12になる。ここはね、12π か。ただ、尖っている円錐とか、このタイプの時は3分の1を最後にかける必要があるので、そこも覚えておいてください。よしじゃあ8番最後行きましょう。 最後は A センチメートル。まあちょっとね、は、はしょってるけど、A センチメートルのテープから B センチメートルのテープを5本切り取ると3センチメートル残りましたと。で、これを数量関係。つまり式にしてくださいっていう。で、これ多分考え方はいろいろあると思うんだけど、俺もうこのまんま書いていきます。順番に。つまり A センチでしょ。まず A があるのよ。テープが。そっから B センチを5本切り取りたい。 だって B が5本あるからさ、これも 5B だよね。だって B が5個って掛け算で繋がるから。で、切り取るってことは引き算しますよね。A から 5B を切り取ったんですよ。そしたら3センチ残ったって書いてあるので、それが3になりましたっていう、これで終了です。 でもし、その引き算とか掛け算とかよくわからんってなったときは、この文字のところに具体的な数字をちょっと入れてみてください。文字だから想像しにくいだけなのよ。例えばね、じゃあ、100センチのテープから、じゃあ、10センチを5本切り取ったら、まあ3センチはならないので、最後50センチ残るかな。 ってなるじゃん。じゃ、これさ、もし式にしようと思ったら、100センチから10センチを5個だから10センチを5個分かけたものを引き算するよね。だって切ってるんだもん。イメージできるじゃん。100センチのテープから10センチ、10センチ、10センチ、10センチって切り取ってるんだもん。で、それが残ったのが50だったんだってなってる。で、この順番は多分ピンとくるのよ。普通の数字だと。で、今これが、ここが A でここが B だったんでしょ。つまりここが A でここが B だったんでしょ。 その順番になっただけだから。つまり、文字でね、なんか想像しにくいのよくわからんなってなったら、具体的な数字を入れてみてください。それだけでも、あれここ引き算じゃねとか、これ割り算じゃねって思いつくことって本当にあるので、ぜひぜひ、そんな感じでやってもらえたらと思います。 はい。ということで、本日はね、趣、え、旨、ー、の第102弾やらせてもらいました。またね、続きの、続きじゃないよ。次の103弾とかも撮っていきますので、ぜひね、受験勉強のお供に使ってみてください。それでは、今回の授業は以上でございます。また次回の動こでお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイお疲れ様でした